ハロー YouTube! 下根塚さんのニュースの猫川にゃ今日もね、どうもかやべえニュースをお送りいたします。にゃんとらさんのラリーがやばいっつラリー、それは言葉のキャッチボールありけすだえら レチェンタータはかっこえどこまーでも、どこまーでも、果てし、違う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 。それ、それ違う専門が、この中で話題に、懐かしい CM シリーズ。今日はですね、いやもう今日激ヤバです。もう今日確実に消されます。あなたの記憶から。いや、消さないで、消さないで、ずっとそばにいて、やっていきたいと思います。つってね、ということでね、やっていきましょう。いや、この前、コメント欄で、最近お前の動画パンチないぞって書かれてたんですよ。ね、それに引き換え、 石川ピーチ郎さんのところは連日金丸放送の日付を指定してめっちゃ盛り上がってるぞ。いや日付を指定はダメじゃないってことなんですけどいやでもちょっと待ってください寝ても覚めてもトランプ違いますよ寝ても覚めてもは神ですからいやその呼び方やめろお前ねそんなん言うんやったら分かりましたもうアツアツアツ 今日来ます。今日、今日来ます。金丸、今日来ます。って話をしていきたいと思います。いや、あの、昨日ね、テキサス州でね、ニャントラさんの演説集会があったんですよ。いわゆるラリーでございます。で、その場にね、とんでもない人物が来てしまったってって、めっちゃ話題なんですよ。まあ、これはあの、ニャントラさんが演説してる時のシーンなんですけど、お分かりいただけただろうか 保安官つ本館はつって。本館はつって。いや、別にいいじゃねえかって話なんですよ。あと、あの、この帽子かぶってる人全員白人の保安官に見えるの。お前の貧困なアメリカのイメージ。いや、違うんです、違うんです。これね、保安官じゃないんですよ。みんなよく見てください。これ、白い帽子をかぶって、あーっつって、あーっつって、あーやめろバイフ温湯な。これ、 要するに、にゃんとらさんの様子をホワイトハット的な人が見に来たよ。いや別によくねって話だ。いや違うんです。これはね、来ましたね。あれがってことなんです。これはね、もう暗号でしかないと。で、これ後で見てください。3人いるじゃないですか。ね。もうそれは、そ、そ、それは。ねということでね、これ完全に来たなと、合図来たなと、暗号来たなと、全部来たなと。よし、これ。 今日来るわ。よし、そういうことなんですよ。これ、寝ても、冷めても、トラン、ということでね、これ、やばいなってことなんです。今回のラリーの中でも、ちょっと、2024年の出馬について、ほのめかすことがあったんですよ。あれ、ほのめかすって、お前この前名言したってうるせえっつって。ほのめかインザスカイだ、これ。我が国を再び成功させ、完全で輝かしい国にするために、私はおそらく、 もう一度やらなければならないだろう。つって、これすんずろう公文じゃないこれちょっと。ちょっと何言ってるかわからない。で、ということなんですけど、うーん、出るな。っていう。で、これは、来るな。 こよーかかってこいよーってこそよって圧露を呼んでこいとでね、このね、と、放送を行っていた RSBN っていう放送局が、このね、ニャントラさんが放映してた時の下のテロップに非常に意味深なことを出してたんですよ。それはですね、11月8日、非合法な梅之助首相政権に審判が下るというね、謎の文言を残していたわけですよ。最近、ミズーリ州がある判決を 許可ししましたこれ何かっていうと、アメリカのちくわをつかさどりマンでおなじみにね、パウチ開けるぞ。いるじゃないですか。このパウチ開けるマンと、それから報道官のサキちゃん。 そして、梅之助師匠ら、政権関係者の証人関門の要請を認めるという許可を出したわけ。これね、報道の自由を抑圧したという都がで、ね、この今回要請されるってことなんですけど、これと同じく、ニャントラさんの元懐刀で、今は鼻つまみ者になっている、バノバノしている、バノマンいるじゃないですかね。あのバノマン、ね、髭がもう闇ですからね。髭が闇ですからね。あのバノマンが、議会侮辱罪で、めっちゃ怒られてる。 で、怒られてるんですけど、このバノバノはめげてなくて、いや、これはいずれ梅之助サイドの闇が暴かれるっつってるんですよ。今回の水売りの承認刊門要請。そして、えー、年末行われると言われている、ニャントラさんの2021年議会州の劇についての承認刊門ね、これすべて、 つながってると。これ全部、暴露の場になるであろうと。そのことを、この放送局は、ニャントラさんのラリーのスピーチの下にカサーつって、カサーつって、お前ほんと、ほんとお前そういうとこあるな。ね、そういうことなんですけど、これね、来ましたね。これ来ましたね。で、いつものやつですよ。ね、ニャントラさんといえば、ね、エアキューをすることでお馴染みなんですけど、今回もやってくれました。これですって。んー、アタックチャンス、いや、ちゃあ、ゃしい 「きよしきよし4」って,って今日もテレビで言っちゃってる悲惨な時代だって言っちゃってるやかましいわなんで「キヨシから「嵐で歌いたいだけだろってことでねこれが「エア Q」「Q」っつってある「Q」っつってあるこれはねもう「Q」を隠さない私たちそういう意思表示でございますと そして、この演説の中で、今から17日後に、このテキサス州は、ビート・オルークっていう敵対している政敵がいるんですけど、それを打ち負かすであろうっていう発言をしたわけ。この、この日から17日というところ、アルファベットの Q、そして、エア Q、嵐今日もテレビで言っちゃってる。やかましたね、ということでね、これもうテレビで言っちゃってる。悲惨な時代だって言っちゃってる。ち何回言うんだ今日ね。これは、完全に来ていい。 これも石川ピーチ郎さんに負けない。あー来たな。来てたわ。昨日。昨日だった。すごい。これすごいよ。明日でも今日でもない。昨日来ていた。新しい私。どうも。金丸デスコですねデ。デスコ。デスコ。フィーバー。ね、ということ。 でお後がよろしいよってさせねえよってんおよろしくねえよって話なんですよ誰も納得してない今日この頃じゃあ言うよじゃあ言うよって話でございますねちくわの大会社急にちくわの話ちくわのファイゼルさんのホームページがやばいとで今ネットで話題になってます今朝10月24日朝の8時の段階で私がアクセスしたところページがありませんつってああああ お掃除されたいや、これ、いや,こや、これメンテナンスでしょこれメンテナンスうるせえってって。メンテナンスとか言うやつは、一生メンテナンスされてればいいと思う。ね、なんでそんなね、なんでそんななまってきて。これ、ファイゼルやばいなと。ね、以前、ファイゼルの東京の本,の本社のビルのロゴがなくなってるってって、嫌がらせを受けてたファイゼルさんなんですけど、ついにホームページまで、こらってされ。 ね、これ一体何かって言いますと、今後日本で始まってくるであろう。ちくわを食べてお腹炊いたくなった集団訴訟。これによる、もうお金払えんつって、もううちには米がねつって、ね、そういうことになるとね、これ。 お取り潰しでございます。ね、これも、トンズラーですよ。トンズラーのリストですよ。ファイゼル、そういうことなんだな。あとですね、先日、栗の奥様がね、あの、日本に来てたの知ってましたかね、あの、なんかですね、フジテレビのミターナとね、えー、対談してたわけですよ。あ、もうこれ、栗の奥様と、明治屋の奥様の、ハサみ焼きだっつってね、これやかましいわって話なんですけどね、そんなプチ情報いらんて。で、この中でね、ニャントラさんを何としても世界は止めなければなりませんっていう、ちょっと謎の一言言ってたわけですよ。はっていうね、 止めるも何も、もう、ニャントラさんは許せえって言って、お前がそっちサイトを出すなんて、結局、2020年の選挙で、梅之助師匠は勝ったけど、世界はニャントラさんを止めれてないみたいな謎のことを言ってたわけですよ。で、これ、栗の奥様が何を言いたいかっていうと、ニャントラさんを止めるイコール、自分たちの闇が暴かれるのを止めるということを言いたかったと。そして、それをですね、フジテレビを使って、言いに来たっつって、フジテレビちゃん。 怒るよ。ね、そういうことなんですよ。これね、何広告りにされてんだって話ですよ。マロンの季節だからかな。もうそんなん言うやったらもうちょっと対処対処いつもの頼むよって。いつものよろしくよって。お客さん、あれ好きっすね。これ。うちからのサービスですよ。てれれれれれれ、てれれ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  これほんと心落ち着く。ね、ということでね。ミタアナはこの時、何を感じていたのだろうか。プーチナルド・ディカプリオ、ほー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 。あ、これあれです。あの、タイタニックで、あの、ディカプリオが、あの、へさきでなんか、自由の女神みたいなやつやったら、いけるいけるこれ。 誰やねんって話なんですけどね。これはあの顔の怖い人の若かりし頃を作ってみた、作ってみるなってことなんですけどね。らしいということでね。まあ盛り上がってますけどね。ディカプリオさんといえばですよね。彼女ね。結構頻繁に変わるんですけど。なぜか年齢25歳に達したら、新しい彼女にね変わるっていうね。くでもないプリオだってね。界隈では話題でございます。僕に言わせれば、45歳まではまだ幼女なんですよ。ね。そっからって言ってるんです。 ね、だからお味噌だけについてきてくださいって思った何これえ思った今日も一日お疲れ様でした良いよいよお過ごしくださいめっちゃいい動画見つけたってもう動物のね動画って心癒されますけどそんな中昨日ねゴリラの動画を見つけたんですよでそのゴリラがねこれなんですけどゴリラの親子がなんかすげえ地面を見てるわけでこれ何見てるかっていうと 芋虫を見てるんです。芋虫をね、ずーっと観察してるわけ。え、楽しそうだなと思って、お母さんゴリラも入れてくれるつって、このメスゴリラこうやって、こうやって、今三匹で見てます。これでも最終的にはバだ、バチータ、弾くな、弾くな、芋虫のお気持ち、お察しします。ってこと、メスゴリラ、うほううほう。 「ディリリープにつかやもアブガディルゥ」「妻の手料理食べたいな明日も晴れるかな」